スプラトゥーン3発売日までに勝ちマッチをすべて A ランク帯まで持っていくぞ。ジャッジスプラトゥーン2で A ランク帯に行けるまでスプラトゥーン3をプレイできません。逃げ道は自分で塞いでいくスタイル、それがジャッジゲームズじゃい。9月9日発売のスプラトゥーン3に合わせ、それまでを盛り上げるために始まった挑戦企画 A 帯というのは、スプラトゥーンでのランク帯でいうと C、B、A、S、X と言ってみれば何らかのランクであり、むしろ4種類あるガチマッチの3発売を待たずしてクリアしてしまうのではないのか。この動画を撮っていた時はそんな風にすら思っていた。しかし現実はそう甘くはなかった。世間的にスプラ熱が高まりっていく中で、2への駆け込み需要が爆発したのだ。その結果、スプラに人口は圧倒的に上、初心者地、ヤンキーも入り込む、隙は全くなく、幾度となく叩き潰された中でも C、帯 B、帯の環境は治安がかなり悪く、いわゆるサブ赤星が初心者を借り尽くすという地獄絵図が広がっていた。そんな中でも折れなかったのはスプラトゥーン3の発売が控えていたからである。現在の環境は発売全国中で猛者プレイヤーが激増しているだけであって、3が発売すればみんなそちらへ移行する。つまり適正ランクの者たちだけでしっかり実力を発揮できる日が来る、そう思っていた。しかし現実はそんなに甘くはなかった。過疎化が進むと思われていたスプラトゥーン2にはしっかり人が残り、むしろ3へと移行せず2を死ぬまで堪能するぞというような潜在的なプレイヤーが残ったのだ。もちろん強さも潜在的である。結果発売前よりもカオスと化した。スプラトゥーン2のガチマッチ界隈は荒れに荒れていったのであった。ジャンチーゲームズでスプラ腕前 A に行くまでプラス3をやれませんという挑戦をやっていますが、早くも春ピーです。今ガチ歩行をやってたんだけど B- から C に落ちました。いい大人だけどよ、ゲームでこんなに悔しくて涙することがあるなんて思わなかったです。来たる日も来る日も負け続け折れる心、減っていくチャンネル登録者、視聴者からのちゃんとした指摘、この挑戦は私にとってはあまりにも無謀だったのではと思いかけた。その時奇跡が起きた。なんとガチヤクラ A- に行っちゃった。ガチヤクラで A を達成したのだ。まさかの配信外でヤクラ行っちゃった。しかしこれは配信外だったので達成の瞬間は残っていないか。このことからチヤンキーハール一つの仮説にたどり着いた。時間帯によってプレイヤーの実力が違うと。それまでは基本的に夜配信だったため、いわゆるガチプレイヤーが多かったのだが、平日の午前中や昼間などに時間帯を変えてみたところ、勝率がかなり上がったのだ。つまり平日の昼間はキッズしかいないということに気がついたのである。この挑戦に初めて希望の光が差し込みんだ瞬間であった。そこからというのもガチエリア、待ちあさりと立て続けに A、 あいちゃった、あいた、ついにこの日を迎えたのであった。よし、キリマスター取った。これなかったら完璧、来い来い、立て1回よし、ちょっと一旦休憩タイム、ちょい、オッケー、まだあと1回。くそ、いや、めっちゃ苦しい今の、
もう見れ。そう、うまいな。見過ぎた、ダメだ、焦ってる、落ち着け。でも A まで来た！アップで来た！ A 行ったよ！ A 行った！ A 来た！ やった！ うどー！ チュー！ 日だけのクソ来た！ 来た！ 嬉しい！ もうすぐ皆さん、高評価ポチッとない方、祝福のお疲れ様の高評価をしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。